M68 は海蛇座にある球状星団。双眼鏡で小さく丸く星雲状に見える。口径8センチメートルの望遠鏡から周囲のほのぼしが見え始める。マラスは口径10センチメートルの望遠鏡で見て中心部が明るく周辺は薄れ、そこに星がバラバラと見える。最も明るい星以外は分かれない。 西南に30離れて五等星があり、黄色みを帯びているとした。球状星団としては、まばらな方で、後傾20センチメートル程度の望遠鏡で、周辺部は完全に分離でき、後傾30センチメートルでは、中心部まで分離できる。1780年メシエによって発見されたが、いくつかの不審な誤りの結果、ウィリアム・ヘンリー・スミスは、 ピエール・メシャンの発見と記録してしまった。この誤りは20世紀になって、ヘレンソーやアホックによって訂正された。メシエは、海蛇座の星のない星雲。非常にかすか、望遠鏡で見るのは大変難しい。近くに六等星があると記した。1786年、ウィリアム・ハーシェルは、たくさんのほの星に分解され、非常に密集しているので、大多数の星は、 K34 の間に混じり合っているとした。ジョン・ハーシェルは、球状星団。不正円形。中央部が次第に輝く。はっきり分かれる。十二等星。周辺は乱雑でザラザラしているとした。ウェップは、球状星団。よく分解される。十二等星でそのうち一個は、赤いとした。ありがとうございます。